ボジュトルモンド、こんにちは。ケニチズキッチンチャンネルです。さて、今回からオープニングでご挨拶させていただくことにしました。というのも、僕が住んでいるここフランスパリでは先週の金曜日よりロックダウンとなってしまったからです。ですが、そんな中でも元気に料理をする姿を皆さんにお届けしたいと思っています。では今日はフランスの定番ジャガイモ料理、グラタン・ド・フィノワをご紹介いたします。どうぞ。まずはジャガイモの皮を剥いていきましょう。スライサーで厚めに切り、その後ニンニクのみじん切りを用意します。バターを塗ったグラタン皿にジャガイモを並べ、塩、胡椒、ナツメグ、ニンニクのみじん切りで味付けをします。沸かした牛乳と生クリームを上からたっぷりとかけ、オーブンでこんがり焼き上げたら完成です。詳しいレシピは概要欄でどうぞ。では早速やっていきましょう。じゃがいもの皮を剥いていきましょう。じゃがいもの皮などですね、あの丸いものを剥くときはこのように左手のスナップを使うとスムーズに皮が剥けます。このように表面の汚れをさっと水で洗い流します。布巾でしっかり水を拭き取ります。これ以降はスライスしてももう水には通しません。でんぷん質が流れ出してしまうからです。スライサーで 2,3 ミリぐらいの厚さでスライスします。指を切らないように十分に気をつけてください。続いてニンニクをみじん切りにしていきます。ニンニクの芯は臭みやえぐみの元になるので取り除きます。ニンニクのみじん切りが手間だという方はニンニク潰し器を使うのも手だと思います。オーブンをあらかじめ160度に温めておきます。グラタン皿にポマード状にしたバターをしっかり塗っていきます。我が家にはちょうど良いサイズのグラタン皿がなかったので、タルト型で代用します。2層にジャガイモを重ねるので深めのものを用意してください。ではスライスしたジャガイモを放射状に並べていきます。ではジャガイモの上に味付けをしていきます。塩をまんべんなく振っていきましょう。今日は何？今日これグラタンだよ。あのグラタンドフィノワ。続いて胡椒です。黒胡椒を軽めに振っていきます。そしてナツメグです。
このグラタンドフィノアに欠かせないスパイスです。そしてニンニクのみじん切りです。先ほど刻んだものですね。これを全部入れてください。多そうですが大丈夫です。苦手な人は少し少なめにしても大丈夫ですよ。この上から2層目のじゃがいもを並べていきます。2倍速でお送りしてます。少し高さが出てしまったので上から手で押さえています。2層目も同様に味付けをします。まんべんなく塩を振ってください。黒胡椒も軽く振ります。そしてナツメグですね。大事です。まんべんなく振ってください。最後にローリエを1枚差し込みます。鍋の中に生クリームと牛乳を入れ温めます。温まってきたら鍋底が焦げやすくなるのでゴムベラ等でよくかき混ぜてください。沸騰したらじゃがいもの上から流し込みます。では160度に温まったオーブンで約1時間じっくり焼いていきます。30分後にじゃがいもの表面が乾いてきていたのでクリームを追加で流し込みました。そして1時間が経ちました。どうでしょうか。グツグツ焼けております。いい感じにこんがり表面が焼けてますね。美味しそうです。寒くなってきたこの季節にぴったりの料理です。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。それでは皆さんボンジョーネ。